アマゾンのフルフィルメントセンター、フルフィルメントハウス、またはフルフィルメントセンターとは出荷のための梱包をその中で行う倉庫のことである。この用語は1990年代半ばに作られたもので、フルフィルメントセンターは通常、社内の梱包倉庫のことを指し、フルフィルメントハウスは倉庫保管や梱包を専門とする会社のことを指す傾向がある。 商品の出荷に関連するフルフィルメントという言葉は1980年代後半にサプライチェーンマネジメントを分析した経営学の研究者が使用したオーダーフルフィルメントやプロダクトフルフィルメントという言葉に由来している。これが昔の倉庫という言葉よりもフルフィルメントセンターやフルフィルメントハウスという言葉の方がポジティブでアクティブな響きがするとして 梱包倉庫会社の PR 担当者によって使われるようになった。業界外の人にはこの用語はまだあまり知られていないため、フルフィルメントセンターやフルフィルメントハウスが実際にどのような意味なのかを説明するために倉庫を括弧内に入れたり、同文中で代替語として使用したりすることがよくある。アマゾンのような企業では独自のフルフィルメントセンターを持っているところもあるが、 多くの小規模な e コマース企業は、倉庫保管、仕分け、梱包、配送を外部のフルフィルメント会社に委託している。独自のフルフィルメントセンターを持つ大企業の多くは他の販売者のための倉庫保管や配送も行っている。アマゾンもその一例で第三者の販売者に倉庫保管と注文処理を提供している。もう一つの最初期の例はフィンガーハットで、 1990年代に自社のフルフィルメントセンターを拡張し、他社のフルフィルメントサービスを受け負った。その中には、最終的にフィンガーハット社を買収した企業であるフェダーイテッド、デパートメントストアズも含む、フルフィルメントハウスにはいくつかの種類がある。過去には、フルフィルメントセンターは、小売業者や販売代理店から大量の注文を受けて、 商品を供給するという形態が一般的だった。今日では E コマースの成長に伴い、商品を倉庫から直接消費者に発送する DTC のフルフィルメントセンターも登場している。さらに、いくつかの E コマースのフルフィルメントセンターは、小型、大型の商品、特定のタイプの商品、多様な最小管理単位の商品などのニッチに焦点を当てている。 ドロップシッピングと呼ばれる e コマースの形態はサードパーティーの小売ウェブサイトを介してメーカーから消費者に商品を発送するものであり販売を行う小売業者の直接的なコストと関与を最小限に抑えるためにサードパーティーのフルフィルメントセンターを利用している。ありがとうございます。